大関春は、茨城県日立市出身のラジオ日系小属のアナウンサーである。血液型 A 型。早稲田大学法学部卒業後、2007年入社。2013年4月より、小塚歩と入れ替わりで、大阪支社に移籍。2016年4月に、米田元気と入れ替わる形で、東京本社へ復帰した。2016年5月8日に開催された第21回。 NHK マイルカップにおいて入社10年目で GI 初実況。11月13日に開催された第41回、エリザベス女王杯で実況し、日川明人の連続実況記録を13年で止めた。さらに2020年5月24日に開催された第81回オークスで初のクラシック競争実況を担当し、デアリングタクトのデビューから無敗での品馬2冠達成を、 伝えた。高校、大学時代は、クイズ研究会に所属。水戸第一高校在学中には、第21回全国高等学校クイズ選手権に、茨城県代表として出場し、準々決勝進出。暗算は番組内でも披露。クイズ会にて、東証の異名も冠される。その一方で、学生時代には、駆け込み乗車をして、怪我を負うという、 苦い経験をしている。大橋テルコのドキドキラジオパーソナリティ紹介。2018年2月の実況担当、もう GI がやってきます。砂の頂上決戦フェブラリー S は、大関アナが初担当。ラジオ日経、2018年1月30日閲覧2017年9月の実況担当、秋の GI シリーズ開幕を告げるスプリンターズ S。今年は、 大関アナが初担当。ラジオ日経、2017年8月30日閲覧、2018年11月の実況担当。今年の JBC は京都で。スプリントクラシックは、日の木川アナ、レディスシーは、山本直也アナが実況。日経ラジオ社、2018年11月1日閲覧、2017年12月の実況担当、大一番。 有馬記念は、小林アナ。朝日ハイ FS は、大関アナ。中山大障害は、山本正アナがそれぞれ初担当。ラジオ日経、2017年11月28日閲覧。地上波では、JRA 競馬中継。ありがとうございます。